ねぎ森林公園は、神奈川県横浜市中区にある、総合公園。満開の桜を抜け、ドーナツ広場に沈む夕日モーガン広場からのダイヤモンド、富士北方展望台から MM21、夜景米軍施設隣接広場、夜景隣接米軍消防署 XIM は図職府、太平町入り口から、展望台への夜景太平町、入り口横浜競馬場の跡地である。公園は、 ネギシ住宅地区の施設を挟んで、ババナエリアとスタンドエリアに分かれており、ババナエリアには広大な芝生エリアが広がっている。ネギシ競馬記念公園とも隣接しており、馬の博物館をはじめとして遊歩道や桜並木などが整備されている。特に桜は県内でも有数の見どころとなっており、花見シーズンには人手が多い。駐車場と売店もこちらに、 用意されている。地元民には戦前からの故障である競馬場として親しまれているが、近隣に高層アパートなどが林立するようになった昨今は、転入者も増加し、森林公園と呼ばれることが多くなった。スタンドエリアには、現在でも横浜競馬場の遺構である旧一等場見所が現存しており、立ち入りはできないものの、横浜競馬場の説明文などが整備されている。 高台にあるため、港未来や晴れた日には富士山なども望むことができる。当地は1866年に開設され、1867年に日本初の洋式競馬が行われた横浜競馬場の跡地で現在も残る旧一等場見どころは関東大震災後に建築家の JH モーガンの設計で再建されたもの。戦前には提出を商店や 横浜農林商商店4歳小場などの大レースが行われるなど、日本における洋式競馬の黎明期を代表する競馬場で各地に設立された競馬場のモデルともなった。富士山見物に集う老若男女戦争が激化した1942年に競馬の開催を中止。翌1943年に和解軍により接収され閉鎖。 終戦後の1945年9月、他の軍事施設と同様にアメリカ軍により接収され、1947年からはアメリカ軍の管理下に置かれた。接収中、ババナイエリアは米軍専用のゴルフ場となっており、現在の芝生はその名残でもある。1969年に旧スタンドなど一部を除き接収が解除され、 国有地となった敷地の大部分を横浜市が無償で仮受けて整備し、1977年10月にネギ市森林公園として開放された。合わせて、その他のエリアも1969年より、日本中央競馬会が整備を進め、1977年にネギ市競馬記念公園として開設。馬の博物館もここに含まれる。1982年には、 旧スタンドも変換され、旧一等場見ろの裏手には、モーガンの設計図や竣工当時の写真パネルが展示されている。ネギシケババアとの名盤は1994年3月に、横浜市教育委員会文化財課と横浜国際、観光協会が設置したものである。グランドスタンドの設計者名が WA ソンとなっているが、これは人名ではなく、 ウッドフィールドドーソンという二人のイギリス人技師の設計事務所の名前である。神奈川県横浜市中区根岸次第一の三、ありがとうございます。